六大都市。六大都市は、1922年、大正11年に、日本の六大都市行政監督に是する法律で定められた、東京府東京市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、の6つの市のことで、当時の人口上位六都市にあたる。六大市とも言う。1943年。 昭和18年7月1日の東京都政及び後、大都市行政監督特例の施行により、公的には、6大都市とのくくりは廃止された。人民服装の地すなわち人口が多い都市に対し、1878年、明治11年7月22日施行の、軍区町村編成法によって1都市あたり1つの区が存置されたが、江戸時代の江戸、大阪、京の 三党を受け継いだ東京、大阪、京都には複数の区が置かれるという大都市制度が導入された。1889年、明治22年4月1日の市政施行に際しては一般の区学を廃止して市となる一方、東京、大阪、京都は区を尊知したまま市政を施行するという三、市特令が実施された。当時の市政では一般市には 司会推薦市長がいたのに対し、三市では市長を置かず、内務省が任命した不知事がその任に当たっていたため感治的であり、自治権が制限されていた。そのため、自治権拡大を要求する三市が特例撤廃運動を行い、道徳例は1898年、明治31年に廃止されたが、他の市と比べて顕著に人口が多かった東京市、三省でわらに、 府からの独立を要求する特別主運動へと発展し、明治末期には大阪市も加わった。大正でも暮らし域に入ると、3市中3くらいの人口の京都市と人口的にごする名古屋市、横浜市、神戸市を加え六大市が特別主運動で協力し合うようになり、1917年、大正6年には東京市で第1回六大都市事務協議会が、 1919年、大正8年には、京都市で第1回六大都市市長会議が開かれた。国は、1919年、大正8年の道路法において、六大市の市長に、市内の国道、府県道の管理権を与えた。そして1922年、大正11年には六大都市行政監督に是する法律を施行し、六大市は、市が執行する。 国務事務の一部について、府県の許認可が不要となった、三市以外の区政施行については、政令指定都市遠隔参照。1943年、昭和18年7月1日、戦時体制の一環として、東京府と東京市を廃止して、東京都を尊敬する東京都政が施行された。これにより六大都市から東京市が抜けたため、 同市を除いた五市に対して、同日、五大都市行政監督特例を施行した。結果、同日をもって、公的には、六大都市とのくくりは廃止された。公的な、六大都市は廃止されたものの、五大都市と、旧東京市の範囲である、東京特部とを合わせて、六大都市とする慣例はその後も続いた。特に1936年、 昭和11年9月から発表されている市街地価格指数でこのくくりが現在でも用いられているため不動産関係者の間では6大都市は今でも上記6都市を指す。戦後占領期を経て高度経済成長期になると6大都市では隣接都市のコナーベーションによって東京と横浜が京浜、京都、大阪、神戸が京阪神という都市圏を形成し さらに、東京、大阪、名古屋の三大都市を中心都市とするドーナツ化現象が顕著になって大都市圏が形成された。そのため、六大都市よりも三大都市圏という方が実態に合うようになり、六大都市は行政用語、不動産関連の専門用語以外ではあまり使用されなくなった。なお、1970年、昭和45年から、 地下工事が始まり、三大都市圏に含まれる市区町村が明確に規定されたため、この頃から不動産業界でも三大都市圏を専門用語として使用している。六大都市は制度制定当時の日本では、際立って人口が多い市であり、その他の市とは2倍以上の開きがあった。またその中でも、東京市と大阪市の人口が特に多かった。 東京市の人口は当初は大阪市と捜査が開いておらず、1925年、大正14年4月1日に大阪市が隣接2軍45町村を編入した際、東京市の人口が大阪市の人口を下回った大大阪時代。しかし1932年、昭和7年10月1日に東京市が隣接5軍82町村を編入すると、 東京市の人口が大阪市の人口を大幅に上回り、現在に至っており、東京23区の面積は大阪市の約3倍である。6大都市は制度がなくなった後も長らく人口上位6都市だったが、それが終わったのは札幌市が神戸市の人口を抜いた1970年代後半である。札幌市はさらに京都市の人口も抜いた。 また2011年6月1日に福岡市の人口が147万5328人となり京都市の人口147万3967人を上回った両都市とも推計人口である。福岡市はその後神戸市の人口も抜いた。さらに2015年10月1日平成27年国勢調査に川崎市の人口が 京都市の人口を上回った。国立社会保障人口問題研究所が2008年平成20年時点のデータに基づいて推計した日本の市区町村別将来推計人口によれば日本の大都市の2035年時点の人口は次の表のようになる。4位までの順位の変動はないものの首都圏の大都市と福岡市以外では人口が大きく減少する見込みである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。